ふんばき家族皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて、成分を見て選びましょう。今日紹介するのは魔女工場のビフィダバイオームコンプレックスアンプルです。夏の間疲れた肌を回復させるために準備した魔女工場のビフィダバイオームコンプレックスアンプルです。まだ最近少し寒くなってきました。ですので敏感肌、乾燥肌、脂性肌、ニキビ肌タイプ別に美容液、クリームなどスキンケアを紹介していこうと思います。今日は敏感肌、脂性肌、アトピー肌、ニキビ肌に良い魔女工場のビフィダバイオームコンプレックスアンプルを紹介します。このアンプルは低刺激テストも終えたアンプルです。まだ美白シワ改善の機能性化粧品です。配合している成分は EWG でも安全性を認めた成分だけ配合しています。ご覧になっている通り、配合している成分がとっても多いです。配合量が 0.001% の成分もありますので、そこは省略して配合量が少し多いところまで説明したいと思います。成分内容を省略しても、今までプンバキ家族にずっと伝えてきた成分ですので、後でゆっくり見てください。では成分解説をしながら詳しく伝えていきたいと思います。魔女工場ビフィダバイオームコンプレックスアンプル、ピンク色で印してるビフィダ酵母溶解物、ビフィダ発酵老化物は合わせて 72% 配合してます。2つのビフィダ発酵物の効果は、タンパク質、乳糖、乳酸、ビタミンおよびその他の鉱物などが豊富に含まれて、肌の免疫力を向上するのにとても良いです。皮膚過敏反応を検証させる役割もします。敏感肌、脂性肌、ニキビ肌、アトピー肌の保湿にも優れて、保湿維持時間が長いです。まだ角質除去機能もありますので、皮膚のトーンアップ効果と肌トラブルを起こす可能性が低い材料ですので、ニキビ肌、アトピー肌、敏感肌も安心して使用できるビフィダ発酵物です。次、 BG13 プチレングリコール保湿。次、ラクトバチルス発酵溶解物。ラクトバチルスはメラニン生成を抑制し、美白に効果的に作用します。皮膚免疫も促進させてくれます。皮膚炎症の緩和にも効果的という事実が明らかにされてますので、最近美肌微生物に脚光を浴びてる成分でもあります。脚光を浴びてますので、ラクトバチルス発酵溶解物が入ってる化粧品が多く販売されてます。ラクトバチルス溶解物は豆乳乳酸菌、キムチ乳酸菌、チーズ乳酸菌の3種の混合物で、美白に効果的なビアダシン原料です。次、ラクトコクス発酵溶解物。牛乳から得たもので、カテルリシンデンとデフェノシン1の再生を浄化させ、老化した皮膚で解決しなきゃならない問題である健康な非病原性皮膚の微生物群集維持において表皮に良い効果を与えるのが分かっています。健康的なバリア機能の回復率も増加します。まだ皮膚再生能力にも優れてますので、老化防止につながります。
次、ごぼう発酵老化物。各種ミネラルやビタミン、セレンなどの成分が豊富で、ベタクル感も入ってますので、健康な肌管理に役立ちます。まだ、肌に水分を補給し、肌をしっとりさせます。皮膚免疫力を向上させる効果もありますので、健康な肌管理にとっても良い酵母発酵老化物です。次、グリセリン、保湿。次、ナヤシアミド、美白。次、1、2、ヘクサンジオール、保湿剤ですが、このアンプルにはパラベン、ヘノキシ、エタノなど防腐剤を入れてないです。ですので、1、2、ヘクサンジオールを高配合して防腐効果を出すようにしてます。次、乳酸環菌、カボチャ、果実発酵老化物。美白効果と肌の免疫力をアップさせ、健康な肌に導いてくれます。次、アウレオバンジウム、プロランス、バイオ物、抗酸化作用、美白、抗老化に役立つバイオ物です。次に緑色を説明します。ヒアロン酸、ヒアロン酸 NA、ヒアロン酸クロスポリマー NA、アセチルヒアロン酸 NA、加水分解ヒアロン酸 NA、ヒアロン酸 K、加水分解ヒアロン酸、ヒアロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウムはヒアロン酸の種類です。ヒアロン酸は私たち皮膚、真皮層に存在する成分です。化粧品として塗った場合、分子が大きくていくら塗っても真皮層に吸収されないです。吸収されたとしても分解されてしまいますので、真皮層のヒアロン酸浄化にはつながらないです。ですが、水の分子を集める優れた吸収力を持つ保湿成分です。刺激のない成分ですので、敏感反応を起こす肌にはとっても良い保湿成分です。次、エデルワイズカルスバイオ液。ビタミン C より2倍の抗酸化作用を持つバイオエキスです。ですので、抗老化効果につながります。次、キャッティバクティウム、グラニューロサム発酵エキス液、0.5% 配合されています。皮膚コンディショニングを良くしてくれる発酵エキスです。次に、アシャチコサイド、アシャチン酸マデカソシードが入って、歯科成分が3つ配合されてますので、鎮静効果と美白、シワ改善の効果も得ることができますので、この3つの歯科成分が入ってるのもとっても良いですね。次に私たちが持ってる天然保湿因子と一緒のスコアランが配合されてますので、とっても良い成分合成だと思います。あと少しのところは皆さんにいつも伝えた成分内容ですので、ふんばき家族はゆっくり見て参考にしてください。まとめます。真夏に疲れた肌、アトピー肌、敏感肌、窒息肌、ニキビ肌に良いアンプルです。ですが乾燥肌には保湿力が足りないと感じると思います。保湿力の面ではおすすめできないです。次に塩感です。こういう風にゆっくりと流れる液体です。塗りますと化粧水のように吸収されてしまいますので、保湿力の高い美容液アンプルを探す方にはさっぱりしすぎると思います。ベタつき感も全然ないです。10分ぐらい経ちますとアンプルを塗ったのか塗ってないのかわからないぐらいさっぱりとします。ですので、窒息肌、敏感肌、アトピー肌の方におすすめします。ですが、肌の免疫をアップさせたい、肌の調子を良くさせたい方は、免疫力アップにはとても良いアンプルですので、この動画を参考にして検討してください。では、この動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では、まだ会いましょう。